はい、フォトグラファー河野です。今日はですね、先日こちらで、この背景皆さん、見覚えありますか？あのカメラの話、それからレンズの話をしました。その時に、これは Z のね、 Z シリーズの方でお話をしたと思うんですけれども、その時にですね、うかつにも河野、このね、105mm、それから 58mm をですね、そこに置き忘れていまして、その後ね、あの何人かの人から河野さん、本当58、105ご自身でお持ちですかというふうな、お話をされたものでですね、今日はそれに対する答えの動画を作ってみたいと思って、今これをね、撮っています。はい、実際持ってます。ね、これが証拠の品です。これはですね、大体ね、自分でほとんどの、ね、機材買ってですね、所有するようにしています。で、まあ、最初にね、800、この50、今日ね、今これつけてるの850なんですけれども、私の850ね、これを、お話しさせてもらいたいんですけれども、このね、カメラもね、非常にね、思い出の深いカメラなんです。僕がね、ニコンに映ってきたのは D3S というね、カメラが出て、ちょっとしてからね、あのニコンのその D3S を、使いたくて、まあ、映ってきたわけです。まあ、ニコンを、メインにしようというふうに決めて、今までね、使ってたものをなしにして、ニコンを使い始めました。まあ、その時にやはりね、あのニコンの、ね、D3S というのは、1600万画素、16メガですね、16メガの、ピクセルだったので、どうしてもこう、ね、写真集とかを撮る時にデザイナーからね、あのこのさん、ちょっとだけピクセル足んないんですよっていうふうに何度も何度もこう言われるんですよ。本当はね、あの僕もその当時詳しくなくて、あの他の、ね、デザイナーの方から後から話を聞いた時に、いやもう16メガもあればね、基本的にその要は A4 見開きとか A3 ですね、 A3 のサイズを印刷物でするのは全然できるんだよ、だけどまあね、あの24メガとかね、そのぐらいあるとすごくこう助かるよねっていうふうな話は、されたんですけれども、それで、まあ、ニコンのね、あのその僕がよくお世話になっている方に相談をしたら、じゃあ河野さん、あの D3X ね、あの26メガあったのかな、その当時、そのカメラをお貸ししますねっていうふうに、言っていただいて、その D3X をあの貸してもらいました。まあ、それがあって僕はね、本当に完全な形で、前のメーカーからこの今のニコンに移行できたなというふうに思っております。はい、でそのまあ26メガのね、その D3X を使って、それをね、結構ね、長い間ちょっとお借りしたんですよ。はい、でそれを借りてですね、でまあこの今度 D800E が出ますよというふうなお話が出て、それでまあこの D800E を僕は選んだというふうな形なんですね。まあ、それから D810 が出て D850 というふうにして、まあ高画素機をずっと使いね、続けているんですけれども、あね、D800E もですね、すごくね、あのいいカメラでした。まあ今の、ニコンの色ね、色調に比べると、あの若干ウォームトーンというかね、あの黄色っぽさはね、あの残っているんですけれども、あのカメラもね、すごいいいカメラで、僕もすごい好きでした。で、まあ、D800 と D800E と当時ね2種類出てて、 D800 の方がローパスフィルター効果がある、要は ローパスフィルターがね入ってるカメラですよっていうもので、 D800、 そして D800E の方が、ローパスレス効果、ローパスフィルターのないような効果があの生まれます。要はあのまあ、モアレとか若干出やすくなりますよっていう風なものなんですけども、やっぱ解像感はね、そっちの方が高かったので、僕は D800E というね、あのボディを選択して、当時それをね、もう一気にもう2台ゴーンと買っちゃったんですよ。はい、それでその当時ね、海に持って行ったり山に持って行ったりとかしてね、あの壊れるかと思ってね、あの 2台買ったんですけれども、全然壊れなくてね、本当ね、それでもニコンのカメラ強いなっていうのは、あのすごくだから自分の中でもこう強くね、印象に、ね、残ってます。まあ、それから D810 が出て、そして今 D850 とこう来てますけれども、まあね、今までのそのカメラを買えるね、意味というか意義はですね、やはりね、ピントの精度がより高くなっていくこと、それからあと高感度ノイズ、これに対するね、投資だったなっていうふうな印象を持ってます。なのでやはりね、 D800E よりも D810 の方が、まあ、いろんな意味でこうね、センサーの精度とかも高くなってくるんだと思います。なので、やっぱピントの精度はね、より高まってくる。そして、D810 になって実はね、赤みがね、加わってきます。
ここでニコンの色ってね、少しずつ変わってくるんですよ。はい、この辺りから。まあ、僕が見てですよ。皆さんがね、どう印象づいたか知りませんけれども、僕が見た印象では D800 から D810 に変わるタイミングで、この色がね、すごく変わってきた。要は、ポートレートに、まあ、なんか適した、ね、色になってきたような気がします。本当に。赤みが加わってきたというか。これをさらに磨き上げた形で D850 このカメラが今存在しているというふうに思っています。もうねこのカメラもね、まあ、手にして随分経つので本当にこう長い間ね現行品として、今もなおね売られています。はい、でその価値はね落とすことなくね、維持されているんですけれども、まあ、本当ねそれに何て言うかな値するカメラだというふうに思っています。ね、ピントの精度も高いし、それからまあ速さもそうですね、それからあと高感度に対するノイズもですね非常にね良好です。なので、まあ、このカメラのねあとビジュアルをねお手伝いさせてもらえたっていうねそんな思い出も僕の中では非常に強いんですけれども、いろんな意味でねこの D850 というのは僕の手元からね手放すことのできない、1台、まあ、そんな風に思っております。まあそれを使ってのこの F マウントのね 58mm のレンズなんですけれども、いやすいません、D850 のね、D850 とかこのカメラのね、ちょっとお話が長すぎましたかね。はい、で、この 58mm のレンズなんですけれども、初めて使ったのが、実は、皆さん知らないと思いますけれども、このね、D610、ね、このカメラが出るときに、カタログでね、撮影をさせてもらいました。カタログ撮影のときに、その時にですね、今度これ新しく出るレンズなんだよっていう風にして、初めて手にしたんですね。で覗いてみた時に、なんじゃこのカメラはっていうかこのレンズはっていうね感じで、やっぱボケがねすごかったんですよ。この 58mm とはいえ、まあ今のノクトね Z レンズのノクトもすごいんですけれども、あのレンズもすごい、ね、ボケなんですけども、まあ、こちらのねレンズもその時のインパクトってねめちゃめちゃあって、いやすごいボケだなこれっていうのと同時に、本当にねこの柔らかさというか、このレンズで持つ柔らかさ、これをねどう自分の中で、なんていうかな、咀嚼するというか、自分の中でねどう消化して、絵作りにね落とし込んでいったらいいのかというのを悩んだレンズでもあります。やっぱね皆さんすでにねお使いになっていらっしゃる方の印象、それからね耳に入ってるこう情報からするとですね、ピントの合いにくいレンズとかね、全然合わないレンズとかね、まあ散々なことをねおっしゃる方もねいらっしゃいます。うん、確かにポートレートのね、でよく使う距離感、だいたい 1.5 メーターから 2.5 メーターあたりですね、そのあたりで、ピント合わせをしようとするとですね、まあ本当は合ってるんですよ、合ってはいるんですけど、あまりにも柔らかすぎて本当ね、パッと見こうねピンボケに見えちゃう。これはね正直ねその通りだと思います。ちゃんと合っているんですよ。だけども見た印象、まあ、柔らかいのでこうピンと合ってないんじゃないっていうふうに思われると思うんですよね。だから河野さん、あのレンズ買ったんですけど全然ピント合わないんで、売っちゃいましたとかね、その当時ね何人かでそういうことをね言ってた方もいらっしゃるんですけれども、まあ、そのくらいですね使いこなしが難しいレンズだと思います。なんですが、もうね逆に言うとそのね 特性を生かせば、ワンピンで、ワンチャンじゃないですよ、ワンピンでピントをそこに合わせた、あとね大きくこうねよりぼかしていくこととか、そういうね使い方ができる。要は物はね何でもそうじゃないですか。この特性をちゃんと分かってさえ使えば、それをね生かすことはねいくらでもできます。なので、まあ、このレンズ本当にね、やっぱりそうやって柔らかすぎてピントが合ってなく見えるんだったら、若干ちょっとこうねピシッとこう締めて、ピントがそこの部分合ってますよっていうふうに見せて、あとはね大きくぼかす、まあ、そういうねことができるなっていうふうに思っていまして、まあ、未だにそうなんですけれども、僕が使う時はお仕事では2段からスタートするようにします。絞り2段ですね。要はだから14228の28から28で撮るようにします。はい、で自分のプライベートの撮影ではだいたい1段から1段3分の2ですね。だから、絞り2あたりで、撮ったりすることが多いんですけれども、まあ、そうするとですね、まあ、誰がこう見てもあピントちゃんと来てるんですね、結構これボケがねすごく豊かな、ね、レンズなんですねっていうふうに思ってもらえる描写をします。で28以上絞ると本当にね現行のね他のレンズと同じようにですねカリッキリッとね締まるというかね、すごくこう解像感高くて
上品な描写をするレンズなので、まあ、そういうね絞りによって、少しね絵作りが変わってくる、すごいね面白さもある、あとまた使いこなしの難しいねレンズだと思います。はい、なのでねこれね随分これでね写真今までね撮ってます、いまだにこれ使ってますしね、やっぱりだから FTZ とこの 58mm あと 105mm ね、この辺はね必ず持っていかなければね気の済まないレンズになっているんですけれども、まあ、今回ねZ の 50mm 前回ねお話ししてますけれども、それのね出現によって、まあ、この 58mm どうかなとか思ったんですけれども、やっぱりね 50mm の焦点距離の画角ですね、画角、それからまあ 58mm わずか8ミリなんですけども、これの持つ若干こうね詰まったね見え方、まあ、それは見え方違うし、それぞれのレンズの味もあるので、まあ、そこら辺をね自分の中でもう一回こう意識づけをねしっかりとして、絵に合わせて、あとイメージに合わせてね使い分けをしていきたいなというふうに思います。なのでねレンズ沼っていうのは本当にね分かります。それぞれ全部にこうね性格が違うんですよ。本当に皆さんにね100人1000人とお友達がいるように、やっぱり一本一本で全部ね背丈も違えばね癖も違うように、レンズも本当同じです。なのでたくさんのね仲間をね自分のところに集まって、いろんな人とこうワイワイね楽しくね過ごしたいっていうね、まあ、そんなね感覚になるんですよね。だから皆さんのねレンズ沼っていうのもね非常にねよくね理解できます。まあ、僕自身も好きで何本かねこう手元に置いてるんですけれども、本当にねレンズというのは、楽しいですよね。はい、なので皆さんもぜひね買い替えるんじゃなくて買い足していってね使うようにしてみるといいと思います。本当にこの58は58のね、いいとこあるし、またこれの、F マウントのね、この AFS の 58mm と、Z ノクトのね、58mm、これ同じね、58mm なんだけど、全然ね、この、やっぱボケが違うっていうか、なんか映りが違うんですよね。まあ、楽さで言うと AF がついてる 58mm、こちらの方がね、ピント合わせ含めて皆さんにとってはきっとね、楽だと思うんですけども、マニュアルレンズの、ピント合わせ、これの楽しさはね 58mm にね本当にあると思います。っていうのも、まあ今だからねこう全部喋っちゃいますけど、このねこの AFS、 この AF 用の 58mm というか AF 用のレンズっていうのは、その距離と距離の間がねすごくこう狭くなってるんですよね。だから例えば、なんだろう、1メーターと2メーターの距離の間がねすごく狭い。なので本当わずかなこう回転でもうピントをこう移動しちゃいます。こうねピントが移動しちゃう。ところがマニュアルレンズっていうのは1メーターと2メーターの幅のこの位置の幅がねすごく広いんですよ。だからゆっくりこう回していけるので、よりピントをしっかり追い込んでいける、マニュアルで合わせながらねっていう特徴があって、本当にノクトのね 58mm はもう一周全面にわたってねピントをねこう合わせられるようにこう刻んであるぐらい、回転角度ねたっぷりとってピント合わせができるようになってます。なのでマニュアルのピント合わせがすっごい楽しいレンズなんですよ。だからマニュアルだからって言って尻込みしてる人がいたらですね、ぜひね一回使ってみてほしいなっていうふうに思うレンズです。まあ、あとねマニュアル専用機っていうのはね大体ねそうなんですよ、ピント合わせがねしやすくなるように、これねこれも僕の持ってるマニュアルレンズなんですけども、やっぱねこの回転角度をねしっかりとって、若干トルクもね重めになってます。若干ですよ、滑らかなんですけども、重めにしてあってピント合わせがすごくしやすい状況にをこのレンズ自体がねちゃんとね、作り出してくれてます。はい、なのでこういったねマニュアルレンズはね、まあ本当に難しい難しいって言ってね使わないんじゃなくて、慣れてみるというのもね大事だと思いますよ。 Z のカメラの方がよりこうちょっと合わせるのに見やすいね機構がついてたりするんでね、サポート機構がついてたりするんで、そちらの方がやりやすいとは思うんですけれども、全然ねこの普通の、なんだろう、この F マウントのねこの D シリーズね、 D シリーズこちらでもね全然ピントをねファインダーの中でちゃんと見て合わせることができるので、これをねぜひとも、はい、使ってほしいなというふうに思います。もうねこの D シリーズの D のねボディを1台持っていると、過去のね F マウント全部ねこうついてくるので、基本的にはねこうやって自分でしっかりとこうねピントを合わせて、そして、写真を楽しんでもらいたいなというふうに思います。なのでねできれば僕は、Z ボディ、まあ、これからねメインは Z ボディにね、移行していくんだと思うんですけれども、一つね一つぐらい自分のねお気に入りの
この一眼レフのね、レフの方ですね、ミラーのついてるカメラのボディをお持ちになって楽しんでいかれるのもいいと思います。そうするとね、違う感覚をね磨くことができます。やっぱりね EVF もいいんですけれども、 OVF こちらの方もね、あのそのままが見えるというかね、そのままを楽しめるね、あのファインダーなので、なんかね、ただただ写真をねこう機械的にあの撮るというよりは、なんかそうやってねこう意識をするというかね、自分の中でファインダーを見る、そしてあのピントの像がボケるところからはっきりするところまでのね、このストローク、これを楽しんでね撮影をされるというのもいいのではないかなというふうに思っております。はい、なので、今回ですね、この 58mm とそれからこのね 50mm のお話なんですけども、本当にねマニュアルレンズね、これもね皆さんぜひね楽しんでもらいたいなというふうに思ってます。はい、なぜじゃあこのね、50mm というかね、この僕はその何て言うんだろう、このオートフォーカスね前線になってから、ニコンに変わったんだけれども、どうしてねマニュアルレンズを持ってるかというふうなお話については後半お話をしてみたいと思います。それではまずはここで一旦締めます。